はじめまして、印鑑製のフィラトフギニと申します。よろしくお願いします。今日はタイプスクリプトについて話したいと思います。今のウェブの世界では大規模なプロジェクトで起業しているけどタイプスクリプトを使ったことがない人もいると思います。その方のための動画です。まずタイプスクリプトは JavaScript にコンパイルできる JavaScript のスーパーセットです。コンパイルとき静的型チェックが行われています。主なチェックは変数のタイプチェックや関数のパラメータの数とパラメータのタイプチェックです。そのタイプチェックでどういうバグの対策になるでしょうか。大規模なウェブプロジェクトを想像しましょう。そのプロジェクトの中によく使われている関数があります。例えば電話番号をパラメータとして引き取って、その電話番号が有効かどうか判断できる関数です。ある日、ビジネスのニーズでその関数もう一つパラメータ追加されました。もちろん呼び出されるソースコードを修正しなければならないです。でも、JavaScript は、関数のパラメータ数チェックしてくれないので、修正が漏れる可能性があります。修正が漏れてしまうと、バグが出ます。そのバグの対策でTypeScriptがいいと思います。次は JavaScript から TypeScript のレファクタリングについてお話したいと思います。確かに大規模なプロジェクトの中にレファクタリングは難しいです。ですが同じプロジェクトの中に TypeScript と JavaScript を混ぜてもいいです。混ぜてもいいですから、大きなプロジェクトをファイル一つずつ、モデル一つずつリファクタリング可能と思います。TypeScript のドキュメンテーション、または詳細、また他のメリット、オフィシャルタイプスクリプトのウェブページにあるとにあります。ぜひ見てください。この動画に気に入ったら、チャンネル登録といいねお願いいたします。ありがとうございました。Thank you.